こんばんは。OK、今日は作文ですね。で、タイトルは、トロソアイン、甘いキュウリという意味です。甘いウリ。ウリ。うん。甘いウリ。OK、カーピダン、ミン、ボロ。កាលពីដើមមានបុរសក្រីក្រមួយអ្នកអូខេខ្ញុំនិយាយមកចូលកាលពីដើមមកាស៊ីមកាស៊ីという意味です。មានはいましたいますという意味ですね。オーケー。ボロは男。ボロ男という日本語の言葉はクメール語で、まあいろいろ意味がたくさんありますね。例えばボロボロも男。プロフ、プロス、プ、プロ、プロス、プロフ、プロの男、ボロか、プロ、もう一つはプロ、プロ、二つ色、二つ発音です。プロ、プロ、プロプロの男たち、プロプロ男たち、プロの男、ボロの男。だけど伝説やお話というある時ね、ある時ね、そう、お話か、伝説の、言う時は、ボロはよく使われています。普通会話、普通相手と話す会話は、プロ、よく使われていますけど、伝説やお話は、プロが使われていますね。これは伝説なので、まあ、伝説で、イスタエなので、これ使います。まあこれもいいけどね。でもボロはちょっときれい丁寧です。ミエンボロ男がいます。 OK、 クライクロ、 OK、 クライクロでは、クライクロは形容詞、貧しい、貧しい男。もう一人、一人の貧しい男がいましたという意味です。貧乏男がいましたという意味。お一人ね。OK、じゃあ次です。ヌーペーのその時は、ヌーペーのその時の男たち、その時は、OK、バンチューブ衛星のクノンプレイ。OK、バンチューブ、チューブ衛星のクノンプレイ。OK、バンチューブ、チューブ会いました。まあ、出会いました。出会う。出会いましたか、会うという意味ですね。マンチューは会いました、出会いましたという意味。愛妻は仙人、森の中に屈強しているおじいちゃんね、仙人、仙人。仙人に会いました。OK、ナルクノプレイ。ナルクノはイン、英語だとインだね、イン。Okay、プレイは森。プレイ、森の中に仙人に出会いましたという意味。その時の男は、ね、その時は、森の中で、仙人に出会いましたという意味です。OK、次は、はい、そして、はい、そして、and、英語だと、and、OK、man、これ、動詞の過去形ね、man、トゥをもらった、man、トゥをもらいました。これが、バンドとクラブトロソ、OK、クラブは種、トロソ、売りの種、クラブトロソ、売りの種、そして売りの種をもらいましたという意味です。誰に？仙人にもらいました。まあ貧乏だからね、貧乏、あと仕事かわいそうと思って、その時の仙人は男にあげました。種にあげました。ハウバンとトゥークラブトロソ、ウリの種をもらいました。仙人にもらいましたね。OK、次。バンタマオ。OK、バンタマオは英語だと、then. そして、という意味で、and then.はい、また、まお。バン、ダン、オッケー、バン、ダン、ヴィエ、ヌ、ジョン、カー。
OK、バンダンダンは育えますという意味ですね。育てる、育えま、育えましたという、育ったという意味、過去形、過去形です。バンダン、育った。OK、ウィエ、ウィエは it、英語だと it だね。it は、ウリの種。そして、ウリの種。これ、ウリの種ね。it。そして、バンダン、ウィエナウ。チョンカ、チョンカは畑、畑で、これ、この飯は場所の飯なので、ナウが使われています。で畑で、ウリの種を育えました。まあ、大事に育えましたというんですね。まあ、大事は大変ないけど、その、本当の、この作物は大事に育えました。育てました。そう。種ね、大事に育てました。不思議なものだからね、全員もらうから、やっぱりいいものじゃないですか。うん、不思議なものだからね、だからそれは大事に育てましたね。育てましたね。OK、次。プライトロソ、キュウリの実。プライは実。で、トロソはウリ。ウリの実。ウリの実。プライトロソ、ノ。ノはその。そのウリの実。面ロチエ面はあります。あちはあロチエはあち。あちがあります。OK、これが、あえ。あえは甘い。ロチエは甘いあちがありますという意味ですね。そのウリの実は、甘いあちがあります。甘くて、まあ甘くて、こんな感じ。甘くて、ハウリ。甘くて、ハウリ。違う。違いは美味しい。そう。そのウリの実、そのウリの実は甘くて美味しいですという意味です。ヘル、まあ、英語だとこれヘル、ニャ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 、and delicious。英語だとね。そのウリの種は甘くて美味しいという意味です。この文章がね。じゃあ今日はここでバレでセバタしたあ心が急リカさんやすやすお仕事早く終わるなのでその日はレッスンしてから一席に行きましょう。はい、今日はここまでです。お疲れ様です。バイバイ。